ふ岡県は中華人民共和国関東省、清志園市に位置する県。1813年、清朝により新園県吉川郷、秀でのり県内、堤六郷に、ふ岡直霊軍民庁を設置、関東府政市の管轄とした。中華民国建国当初は、新代の行政制度が沿い重ねされ、越海道の管轄とされたが、1914年、ふ岡県に、 改変、1920年の同棲廃止以降は、中区水税公所に、1928年には、北高前後公所に移管された。1936年、行政ただし札区制度が導入されると、ふ津岡県は、第二区行政ただし札公所の所轄となり、1943年には、第五区行政ただし札公所に移管されている。 日本の敗戦及び王朝名政権の崩壊により、中華民国の死政権が復活すると、1946年には、越北管区に、翌年には、第二戦書、正しさつくの管轄とされた。1949年10月12日、中国共産党により、解放された富津岡県は北港、臨時行政委員会の管轄とされた。 1958年10月23日、ふ津岡県が重加県に統合され、小席、行政交渉の管轄とされたが、1961年5月4日には、再びふ津岡県が設置され、小席先区となった。1988年1月7日、新園市に関され現在に至る、下部に六賃を管轄する、新高炉、ありがとうございます。